どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、結べるボブの4選をご紹介していきたいと思います。結べるか結べないかっていうのはね、前回のね、こちらの動画でご覧いただいたら、ご自身のね、長さがどちらなのかなっていうのがわかるかなと思いますので、見てない方はまずこちらを先にチェックしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。まずヘアミルクをつけていきます。次に毛先の方からなじませるように溶かしていきます。次にまず耳のところから丸く後ろの髪の毛を取っていきます。だいたいこのぐらいの幅で後ろで一つにまとめてゴムで結んでいきます。この時あんまり立ち上げないで、ちょっと低めの位置で結んでください。で、次に少し斜め横ぐらいに指を通して空洞を開けます。ここで一度くるりんぱをしていきます。そうすることによって少しここら辺の空洞が狭くなるので、くるりんぱした後は少しほぐして空洞を隠していきます。次はこの分けた部分の下の髪の毛ですね。この辺の部分の髪の毛を上のくるりんぱの髪の毛と同じにまとめてゴムで結んでいきます。少しだけゴムを下に濡らして、空洞を開けて、ここで逆リンパをやっていきます。で、このままギュッと締めて、このような形にします。で、この毛先の部分が結構ね、ボワッとなってるので、このくるリンパの下のあたりに隠してなじませていきます。顔周りのほくれ毛を少し下ろして、残りの髪の毛を後ろに引っ張って上下に2つに分けます。この状態で後ろに向かってロープ状に編んでいきます。後ろに持ってきた時に、このね、分け目がやっぱり出やすいので、持ってきた時に少し分け目を隠すようになじませて、このような感じで持ってきてください。ロープの部分を少し広げるようにほぐしていきます。なるべくこの毛先の方からほぐすようにしてください。毛先を反対側のこちらの部分に持ってきて、毛先をまずピンで挟んでから、このくるりんぱの中にこちら側の向きにピンを差し込んでいきます。そうすると簡単に止まります。反対側も同様に、おくれ毛を下ろして残りの部分を上下に分けて、後ろに向かってロープ編みに編んでいきます。ある程度毛先まで編んだら、毛先の部分から少し広げるようにほぐしていきます。反対側の部分に毛先を持ってきてピンで挟みます。で、このくるりんぱの中側ですねに、こちら側に向かってピンを差し込んでいきます。
ほくれ毛を外巻きに巻いていきます。反対側も同様に外巻きで巻きます。最後にアクセントでこういうヘアアクセをバランスを見てつけたらこんな感じで完成です。長さは肩ラインのボブヘアになります。はじめにスタイリング剤をつけていきます。大体爪ぐらいの大きさで取って、じゃあもう手にしっかりとなじませて毛先中心にまずつけていきます。でこの時にスタイリング剤がしっかりとついてると綺麗にまとまりやすいです。で簡単に溶かしていきます。溶かすことによってスタイリング剤が綺麗に均等に行き渡ります。両サイドを耳後ろでこんな感じに分けて3ブロックにしていきます。こんな感じで3つに分ければ OK です。でまず後ろの髪の毛を少し溶かして、ちょっと下あたりぐらいですね。でゴムで結んでいきます。この時に大体まあ3周ぐらい結んであげれば OK です。次に真ん中に空洞を開けます。で空洞を開けながらちょっとねゴムを下に少しだけずらす、こんな感じです。次に上から人差し指と中指で入れ込んで、でこのゴム付近をこの2本の指で挟みながら空洞を通してくる。こうすると綺麗に逆リンパができます。でこの毛先の髪の毛を2つに割ってギュッと締めて形を整える。でこの毛先の部分が結構ねぴょんぴょんと跳ねてきてしまうので、少しね下にずらしてこの表面の髪の毛で隠すような感じで中に入れ込みます。次にサイドの髪の毛を後ろに持ってきます。この時にお好みで後れ毛は下ろしておいてください。今回は全部まとめていきます。櫛で後ろに溶かしながら綺麗にね面を整えて後ろに持ってきます。サイドの髪の毛を両サイド後ろに持ってきた状態です。ここでゴムで結んでいきます。で結んだらここに空洞が空いてるので、ここでくるりんぱを1回やります。じゃあこのくるりんぱした部分をこのゴムの部分を持ちながら少しだけほぐします。ちょっとねこのねじれてるところがほぐれたら OK なので、手で触りながらねじってるところを出すようにしてください。でこの毛先の部分ぴょろんと尻尾みたいになってるので、これをこの下の空洞の中に入れ込みます。次にヘアアクセを使います。こういう風な感じでねバレッタタイプで、ここのこの隙間穴が開いているところと、あとゴムが見えてるかなと思うので、その部分につけていきます。この空洞の部分を中に入れて引っ掛けて、ゴムが隠れるぐらいの高さでパチンと止めます。こうすると結構ねしっかりと止まります。この辺りはボリューム出てるんですけど、ここがちょっとペタッとして見えるかなと思いますので、この部分を少し押さえながらここに高さを出します。この時に指で少しねこうわしづかみチックにやりながら少しずつ広げていきます。でここは束感というよりは少しねボリュームが出れば OK なので、少しずつね形を整えながら出してみてください。で全体的にね少し毛羽立ちが出てきているところもあるかと思いますので、最終的にスプレーで毛羽立ちを抑えていきます。でスプレーはこうやってシューってつけるのではなくて、少しずつねシュッシュッと出しながら
こう毛羽立ちを抑えるようにして綺麗にしていくと、あんまりダマにならずにね、自然な感じで固まってくれます。形とバランスが整ったらこんな感じで完成です。今日使うのはシリコンゴムを2つ、シングルピンを2つ、ラッカールを2つ、ヘアゴムを1つ。スタイリング剤はオイルとミルク、ヘアアイロンは 32mm のコテレを使っていきます。まずスタイリング剤をつけます。オイルとミルクをワンプッシュずつ出して手のひらで混ぜていきます。内側から毛先、表面と伸ばしていきます。まず上と下でだいたい耳上くらいから半分に分けていきます。ラッカールを使って留めておきます。私の場合は量が多いので2つ使いますが、髪の毛の量がそんなに多くない人は1個で大丈夫です。下の髪の毛をまとめて耳の高さくらいでゴムで結んでいきます。目元の部分に空洞を開けて、下から上にくるりんぱしていきます。毛先をキュッと締めます。こうすると下の髪の毛がしっかりとまとまります。上の髪の毛を下ろして後れ毛を取り分けていきます。前髪の横とこめかみくらいの高さで取り分けてシングルピンで留めておきます。反対側も同じように前髪の横とこめかみくらいの位置で下ろして留めておきます。ここの隙間が埋まるくらいの幅で取れたら OK です。上と下の髪の毛をまとめて手ぐしで綺麗に面を整えていきます。くるりんぱした位置のこのゴムの部分にまとめられたらゴムで結んでいきます。上と下の境目が見えなくなるように上の髪の毛のこの部分を少し下にほぐします。表面の部分も少しずつほぐしていきます。上の部分もボリュームを出すようにほぐします。ゴムの部分を隠すようにヘアゴムをつけていきます。おくれ毛のシングルピンを外して巻いていきます。こめかみの部分は内巻きに巻きます。前髪の横の部分は外巻きに巻きます。コテを一回転させて毛先の方に少し滑らすだけで形がつくので、あまりグリッと2回転とか3回転しなくても大丈夫です。反対側も同じようにこめかみの部分は内巻きに1回転させて滑らせていきます。前髪の横は外巻きに1回転させて毛先に滑らせていきます。巻いた髪の毛を少し裂きながらほぐしていきます。ほぐした髪の毛のバランスが整ったら
完成です。こんな感じで完成です。まず髪の毛を全体的に溶かします。髪の毛を溶かすことで髪の毛の絡まりとかがなくなるのでアレンジがしやすくなります。オイルをツープッシュ出します。オイルを毛先からつけていきます。表面もしっかりあほ毛を抑えるためにつけてください。もう一度髪の毛を溶かしてオイルを全体的になじませていきます。まず耳後ろでサイドとバックに分けます。両サイド分けたら後ろをお団子にします。お団子の位置は耳の同じ位置ぐらいにまとめるとバランスがいいです。これでほぐしていきます。だいたい1センチ束を引き出して指1本分開けて全体的に引き出していきます。全体側のこのようにゴムの下の位置から引き出すと綺麗に引き出せます。最後の髪の毛を後ろに引っ張りながら2つに分けてねじって後ろに持っていきます。後ろに持ってきたらお団子の上でバスタオルで取り留めします。反対サイドも同じように後ろに引っ張りながらねじっていきます。後ろに持ってきたらバスタオルを外してゴムに巻きつけます。上からゴムで挟んでいきます。崩れないように片手でゴムを押さえながら止めます。次にお団子の部分を左右に引っ張ります。引っ張って崩すときに引っ張りすぎて崩れないように崩してください。お団子を押さえながらサイドのねじった髪の毛も少し外します。反対側もやったらこれで完成です。こんな感じでご紹介させていただきました。まずね、自分が結べるか結べないかっていうのをね、まず判断していただいて、やっぱボブの長さってこの後ろの襟足が上げづらかったりとかされるかなと思うんですけど、今回ね、ご紹介した4つのポイントだったりとかね、4つのスタイルで参考にしていただければ、多分ね、どんな髪の質の方でも結構簡単にまとめやすいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、今日も、ご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。